どうも、アップメディア情報局のケンティです。今回の動画はこちら。今が始め時、おすすめアプリゲーム特集。周年やコラボなど豪華なイベントを開催していて、今が始め時なおすすめスマホゲームを紹介するコーナーです。8月のおすすめアプリ特集第1弾となる今回は、周年イベントやコラボを実施するアプリ計8作品をご紹介していきます。イベント内容やリスマラに関する情報もまとめておりますので、この夏休みにがっつりお得に遊びたいと思っている方はぜひ参考にしてみてください。それでは開催日の早い順に見ていきましょう。荒野行動バイオハザードコラボ。ネットイースさんから配信中のバトルロイヤルゲーム、無人島に降り立ち最後の一人になるまで戦う TPS が楽しめるタイトルで、定期的に様々な作品とのコラボが話題となっている人気作品です。そんな荒野行動は2021年7月29日よりカプコンさんの世界的に大人気のサバイバルホラーバイオハザードシリーズとのコラボを開催中です。期間中には荒野行動内にてバイオハザードが起きており、ログインした一部のプレイヤーに原因不明の身体変異が発生し、バイオハザード解除のために特殊アイテムを集める必要があります。またコラボスキンとしてバイオハザード2から登場し大人気の主人公レオン・S・ケネディをイメージしたオリジナル衣装レオン特殊武装をはじめ、人気キャラクターのエイダ・ウォンやネメシス第1形態の再現衣装や5種類の銃スキンも登場するほか、4種類の車スキンは3段階のレベルに伴って外観が変化するという特別な仕様となっています。というバイオハザードの世界観を細かく再現した内容となっていますので、気になる方は概要欄からダウンロードしてバイオハザードコラボから荒野行動を始めてみてはいかがでしょうか。白猫プロジェクトシャーマンキングコラボ。ホロプラさんから配信中の本格アクション RPG、 無数の島が存在する世界を舞台に展開する壮大なストーリーと、様々なジョブのキャラクターをプニコンというコントローラーを使用したスライドやタップなどの簡単操作のアクションを楽しむことができるほか、最大4人でのリアルタイム協力バトルで友達とワイワイ遊べることが特徴の白猫プロジェクトが7月30日より現在完全新作のテレビアニメが放送中の人気作品シャーマンキングとのコラボを開催中です。こちらアニメ派の方には一部ネタバレになる内容がありますのでご注意ください。主人公朝倉陽をはじめ、アンナ、タオレン、ホロホロ、そしてハオの計5体が登場するキャラガチャが登場し、8月13日まで1日1回無料でガチャを引くことができます。ヨウの光爆式オーバーソウル白光やハオの光爆式オーバーソウル黒ビナなど、まだアニメで登場していない姿での登場となっており、ヨウたちと白猫の主人公やアイリスが共闘してハオに立ち向かうオリジナルストーリーも実装されています。また今回のコラボを記念してヨウとハオのオリジナルスタンプや様々なアイテムが手に入るコラボスゴロク、特別な称号踏ん張り温泉や大量のジュエルを獲得することができるビンゴミッション、ログインするだけで大量のジュエルがもらえるジュエルくじ、その他日替わりクエストや建築時間の半減、協力の獲得報酬が2倍などこれから始める方に嬉しいキャンペーンも開催されていますので、気になる方は概要欄からダウンロードしてマンキンコラボから白猫プロジェクト始めてみてはいかがでしょうか。アップメディアでは白猫プロジェクト攻略ウィキを運営しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。タガタメのアルケミストダンマチコラボ。グミさんから配信中のタクティクス RPG、 通称タガタメです。高低差のある 3D マップ上でユニットに指示を出し、向きや高さを考慮しながらステージを攻略していく戦略性の高いタクティカルバトルをスマホで手軽に楽しむことができるタイトル。そんなタガタメは8月1日より人気作品ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか3、ダンマチ3とのコラボを開催中です。作品からベルクラネル、ヘスティア、アイズ・バレンシュタインの3名がコラボユニットとして登場し、ダンマチのコラボ武具やコラボ装備、コラボアイテムも登場します。また異世界の冒険者ベルたちの戦いが描かれるコラボイベント英雄譚はタガタメにでは、クリアすることでコラボユニットのかけらやコラボ称号、各種アイテムなどの豪華報酬を入手することができます。その他ログインするだけで超豪華な報酬が手に入るコラボ記念ログインボーナス、コラボ記念チャレンジミッション、魔石獲得クエストなど各種クエストを開催する豪華な内容となっています。さらにタガタメは現在 5.5 周年記念として1日に1回星5ユニット1体確定10連召喚を無料で回すことができ、このガチャではダンマチのキャラは排出されませんが、強力なキャラがすぐに手に入るまさに始め時な内容になっていますので、気になる方は概要欄からダウンロードしてダンマチ3コラボからタガタメ始めてみてはいかがでしょうか。クリスタルオブリユニオンコノスバコラボ。グ
クミさんから配信中の超建国ストラテジックファンタジー。少し変わったジャンルですが、わかりやすく言うと英雄とのストーリーが展開するファンタジーの世界観で、プレイヤーが一国の王として施設などを建設していき国を発展させていくというシミュレーションとストラテジーの要素が合わさった内容となっており、他のプレイヤーとの交流やマルチプレイも楽しめる MMO の要素もあります。そんなクリユには8月1日より人気アニメこの素晴らしい世界に祝福をこのスバとのコラボを開催中です。コラボ限定英雄としてアクア、カズマ、メグミン、ダクネス、ユンユンの5体が登場し、各英雄の親密度解放によってコラボ限定ストーリーを楽しむことができます。各キャラのボイスは今回のコラボのために取り下ろしたものになっており、時間帯や親密度によって変化するそうです。また各種アイテムが入手できる今回のコラボを記念したコラボ限定ログインボーナスでは、1日目でなんとコラボ英雄カズマを解放することができます。このコラボではその他にも究極グレードカードこの素晴らしい世界に祝福をもゲットすることができます。さらに期間中コラボ魔獣キャベツが登場し、たくさん討伐して素材を集めることでアクアの装備水の女神の羽衣、メグミンの装備アークウィザードの帽子などのコラボ装備を生産することができるというこのスバファン必見の内容となっています。気になる方は概要欄からダウンロードしてこのスバコラボからクリユに始めてみてはいかがでしょうか。チェインクロニクル SAO コラボ。セガさんから配信中の簡単操作で楽しめるチェインシナリオ RPG。 収録時点で第4部まで展開している大ボリュームの壮大なストーリーと、簡単操作で奥深い戦略性のあるバトルが楽しめる、そんな先日7月26日でなんと8周年を迎えたチェンクロは、8月6日より大人気アニメソードアートオンラインとのコラボを開催します。過去に行われたプレイヤーアンケートで最も多くコラボが望まれていたという本コラボでは、作品からキリト、アスナ、リーファ、シノン、アリス、ユウキが登場し、中でも真意の剣士キリトとアスナは本コラボのために書き下ろされたイラストとなっています。その他のコラボ詳細については収録時点で明らかになっていませんが、ギグド大陸に転移してしまったキリトたちの元の世界に帰るための冒険を描くオリジナルストーリーが展開するほか、武器錬金では原作を再現したオリジナル武器を入手することができるそうです。また現在チュートリアル突破で各酒場ガチャ合計210回分のスペシャルチケットや、11連ガチャ分の精霊石50個、 SSR キャラクターがもらえるキャンペーンも実施しており、まさに始め時となっていますので、気になる方は概要欄からダウンロードして SAO コラボからチェンクロ始めてみてはいかがでしょうか。フェイトグランドオーダー。アニプレックスさんから配信中のゲームやアニメなど幅広く展開するフェイトシリーズのスマホ向け RPG、 通称 FGO。 フェイトシリーズ特有の世界中の歴史上の人物がサーヴァントとして登場するストーリーと、 FGO の特徴である現在、過去、未来、あらゆる時代、あらゆる国を舞台にした壮大な物語が展開し、シリーズファンはもちろん本作から初めてフェイトシリーズに触れるという方でも十二分に楽しめる内容になっています。ストーリーはアドベンチャーゲームのような要領で進行し、かなり大ボリュームの重厚なストーリーを読み進めることができるほか、バトルは5枚のコマンドを組み合わせてサーヴァントを指揮して戦うコマンドオーダーバトルを採用し、簡単操作で戦略性の高いバトルや編成、育成も楽しむことができます。そんな FGO は2021年7月30日で6周年を迎え、様々なキャンペーンを開催しています。動画時間の都合上全てご紹介することはできませんので、一部抜粋してご紹介します。6周年記念特別連続ログインボーナス、 AP を最大1分回復させる黄金の果実、いわゆるガチャチケットの予備符10枚、サーヴァントのレベル上限を解放するために使用する聖杯など、超豪華な報酬が手に入るログインボーナスとなっています。特別召喚、32機の星5サーヴァントの中から選び召喚することができる特別召喚、ゲームを始めたばかりでも強力なサーヴァントを必ず1機入手することができます。その他にもクエストクリア状況に応じて最大170回分の召喚を行える聖召石がもらえるキャンペーンなど、超豪華な内容でまさに始め時となっていますので、気になる方は概要欄からダウンロードしてこの機会に FGO 始めてみてはいかがでしょうか。アップメディアでは FGO 攻略域を運営しておりますので参考にしてみてください。ぷよぷよクエストリゼロコラボ。セガさんから配信中のぷよぷよを題材としたアプリゲーム、通称ぷよクエ。
同じ種類のプヨと呼ばれるピースを4つ以上つなげると消え、連鎖を行うことで相手を攻撃することができる人気パズルゲームプヨプヨをベースに、連鎖によって自分の編成したカードが攻撃を行うバトルが楽しめるパズル RPG となっており、クエストに挑戦したり友達とギルドを組むといったマルチプレイも楽しむことができるタイトルとなっています。そんなぷよくえは8月中に人気アニメリゼロから始める異世界生活とのコラボを開催予定です。収録時点で詳細は明らかになっていませんが、エミリア、レム、ラムの3名が登場することが明かされており、その他の詳細については8月5日木曜日20時より配信の公式生放送リゼロから始める異世界生活コラボスペシャルにて発表されますので、気になる方は概要欄からチェックしてリゼロコラボからぷよくえ始めてみてはいかがでしょうか。エピックセブンリゼロコラボ、ヨースターさんから配信中のアニメ RPG。 繰り返される戦いに終止符を打つため7度目の世界で魔人を倒すための主人公ラスト英雄たちの戦いを描くストーリーが展開し、最大4名のキャラを編成し戦うスキル選択が鍵を握る戦略性の高い単性のコマンドバトルが楽しめるタイトルとなっており、本作最大の特徴としてバトルやストーリーの随所にハイクオリティのアニメーションが散りばめられており、まるでアニメの物語を自分の手で動かしているような感覚を味わえます。そんなエピックセブンも先日人気アニメリゼロから始める異世界生活とのコラボを開催することを発表し、収録時点で詳細は明らかになっていませんが、リゼロキャラクターたちがプレイアブルキャラクターとして登場する予定としており、エピックセブンの高クオリティなアニメ映像も期待できそうです。コラボの詳細は8月4日19時より配信予定の公式生放送リゼロから始める異世界生活コラボ直前生放送にて発表されますので、気になる方は概要欄からチェックしてリゼロコラボからエピックセブン始めてみてはいかがでしょうか。ということで、今が始め時おすすめアプリゲーム特集でした。他にも皆さんの気になるアプリや動画の感想などありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。また動画で紹介させていただいたタイトル以外でも、今始め時だよというスマホゲームがあればそちらもぜひコメントで教えてください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルは様々なゲームやアニメの最新情報をお届けしておりますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。